ばんは、キリンの川島明です。この番組では気持ちよく月曜の朝を迎えてもらうために、日々の疲れを洗い流すようなトークをゆるりとお届けします。パートナーは小学校4年生の時に飲み込んだガムがお尻から出てきた44歳の夏、こちらの方です。いやー、なんだろうなと思ってたんですよ。で、振り返ったら、あ、そうか、34年間いたんだ。もう出産だ。天使向かいです。よろしくお願いいたします。スタジオにはこちらのお二人が来てくれました。どうもこんばんは、ギャロップ毛利です。林です。お願いします。チャンピオン、出た。アイムチャンピオンでございます。アイムチャンピオン、ワンタイムチャンピオン、ワンタイムチャンピオン。その複数回の人が言うタイムはワンタイムはいないんですよ。一度きりのチャンピオン、おめでとうございます。ありがとうございます。チャンピオンとしても、はい、本当東京でも活動が増えてね、うん、はい、ね、いやだってラビット結構出てますよね。いや、そうですね、していただいてます。大阪の人間の中ではかなり出てる方では。大阪の人間、はい、内蔵人間、はい、の中ではね、はい、かなり出ますよ。出させていただいて、ね、ありがとうございます。はい、久々ですか、向井さんは、ギャロップは。久々ですね。いや、ほんまに久々です、はい、そうですね。向井ちゃん同期ですから、はい、僕は完全に21期生です。そうです、そうです、そうです。もう学校の同期ですからね、はい、あ、そうですか、はい、じゃ知ってるんだ、昔から。いや、それはもうやっぱすごかったですからね、天心は NSC 時代から。あ、そう、はい、いや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 、そんなことないですよ。いやいや、もうそんなことないよな。あんまり言うな。あんまり自分以外が言うな。そんなことないけど、そこがピークと言わない。いやいやいや、最悪やな。NSC 時代がピークなやつ、最悪やないか。いや、よく頑張ってますね。いや、さ、ほんまにこの余韻で、その余韻が鳥人間コンテストのあの余韻。いや、だいぶ身につきながら、はい、まだ濃いね。全然儲かってますから、なんとか U ターンもして。すごい回ってるね。いや、そうよ、ね、はい、毛利とも久々ですもん。そうですね、本当に。ほんまに優勝後初、優勝後初です。はい、初です。そうですか。そうです。だからもうほんまテレビで見るたび、もうほんまにおめでとうというか、単純に20年以上の人が売れるっていうことは、もうほんまにもう見てて気持ちいい。おめでとうっていう。いや、向井さんもぜひ、はい、ザ・セカンド来年は出てくださいよ。出てね。ありゃ、出てんね。ありゃ、出てんね。下田出てこれ。おい、もしもし、もしもしはないね。すいません、ね、おい、難しい大会やから。いや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 、あんまり言わない。チャンピオンが言われてんな。優勝して分かった。あんまり言わない。難しいよ。いや、難しいと思う。あれ難しいんだから。いやいや、そらそうよ。3本ですよね。6分3本。すごいこと。いやいや、ようかけたらめちゃくちゃ。間違いなく来年はもっと難しくなります。これはあの、こんなすごい大会やったんやって思った人が、うん、多分大勢いてるはずなんで、うん、はい、エントリーそのものがめっちゃ増えるんじゃない。やばいぐらい火ついてんじゃん、みんな真剣漫才師な。そうですね、なんか、はい、我々も後から知ったもん。あ、東野さんが MC なんやとか、あ、そうです、確かに、はい、え、アンバサダーで松本さんがとか、はい、あの密着の V もめっちゃいいし、はいはい、賞金も言われてなかったですから、最初は。そうそう、はい、賞金ないって聞いてたもんね。まあ、あるんかな、どうなんかな言うてたら、結局いくらの1000万です。うわ、はい、すごいよな。だから林の人生って、林のマジで人生。俺林の人生ゲーム出たら買うよ、はい、林の人生ゲーム。もう夜中にでもドンキホーテで買う。それぐらい山あり谷あり、いいかな。ずっと地下にいるようなね。あ、そうですね。で、M1 もそれはもちろんファイナリストになってるんやけど、はいはいはい、大阪では漫才出番はあったけど、はいはい、うん、まあ言うても後輩にちょっと抜かされたりとか、どん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 ですよ、ですよ。まあ、毎年のようにやっぱり出てきますから、新しいのが。ここ5年のムーブ、特に林さんの林さんムーブ、林ムーブはやっぱ目を離せない。やっぱどんどん悪い時ってやっぱりすごい人間があかんくなってましたんで、うん、ああ、そうだ、そうだ。 M1 とかもどうせ自分出られへんのやったら同じメンバーが出ろって思ってましたから、僕。あの、新しいの出てこられたから、去年と一人も変わらない、はい、変わる。それやったらまだそんな影響がないんじゃないかみたいな、嫌なドロドロとニューウェーブが来ると、そうそうそう、劇場では減るんだけど、何をしてくれてるんだ、ほんまやもんね、それ。でもほんまそれ、そう考えてしまうぐらい、その危機感というか、でも自分ではどうもできない、そのないんで大会も。あ、そっか、はい、確かにセカンドなんかないし、そう、ほんま振って湧いたような急に始まってくれたんで、ほんまになかったよね。だから中堅がもう一回売れるというチャンスがなさすぎて、なさすぎて。まあ、有吉の壁とかそんなはあっても、前とも若手か、あれも。そうです ね、あんまり上の人が出てない、ね、まあでも家族がいるんじゃないって思ってたんですけど、うん、はいはい、そのドタバタの中シングルに戻られて、はいはい、でその後コロナにも一回感染されたみたいな。そうですね、まだちょっとざわつく頃にコロナにかかってます。なんかもう
普通やんかかんのの前に前ですよね、はいはいはい、だ結構報道されてしまうような、はい、あそうですそうです、森三中の黒沢ちゃんとかがね、はい、もうバラトップニュースになってせやせやついにかかったみたいな感じで中で林さんが、はい、え大丈夫今一人ちゃうのっていう中、うん、立ち上げた YouTube チャンネルがチャーハン専門チャンネルという、はいはい、もうこのムーブ見逃せないムーブね今何をしたいんだ林さん私の気持ち会えないから私も確かに今林どうなってんのって気になるそうですね気になる陽性になった瞬間はめっちゃ覚えてるんですよ、うん、そのかかりつけのお医者さんがそういう専門のもやってくださっててでもうあのもうここ20日ぐらいねみんな来るんやけど何や言うて花粉とかあなるほど普通のやつかね、うん、もう誰も違いますね、うん、あそうですか言うて5分後ぐらいにヘラヘラした先生が陽性でしたっつってヘラヘラ初の陽性ファーストやもんねファーストがびっくりした最初の陽性を上げたんだ、はいうん、そうですねだからそのまあほんま浮き沈みがあってほ、はいでまあ結婚再婚かそうです2度目の再婚があって、はいザ・セカンドファイナリストになりました、うん、みたいなとこからからも日本一ですから、はいまあ、すごい上がり方で、ね、だからほんまに奥さんはすごいんじゃないか説がやっぱ濃厚なんですよいやよく言われますお前奥さんのパワーすごい人捕まえたんじゃないかでいやでいやお前の再婚に付き合ってくれるなんてもうその時点ですごいもんなんいや一番その言うたら株価が低い時に、はい、そうですね、はい、爆買いでしょ低いだけじゃなくて上がる見込みもない低さですよね跳ね返り来るんちゃうかとかもない時に打たないですよねもうスロットやったらもうそのデータ見て、はい、どうやらこれはもう今日は吹かないと、はい、もうダメだともう10時やから、はい、そうですよほんまにそうです10時で10時でジャグラーで言うと、まあ、昼間4回ぐらい当たったらしい当たったらしいらしいぞ飲まれて終わるこれはもう夜中やし、はい、まあまあちょっと違う店行きましょうか、はい、の一人、うん、奥さんが支えてだから優勝前やもんね優勝前ですしお付き合いでいうとザ・セカンドなんてまだないですから見込みなんかないはずなんですけど、ね、何にそう確認はしないのわざわざ自分からいやなんか聞いてみてもいいもんじゃんそれは奥様になったんだし、まあうん、結婚する時に最初、うん、僕の何が引っかかったんだっていういやでもね例えば飲食店でね、はい、ちょっといい飲食店でねちょっと、うん、料理の写真撮りたくて、はい、パッてもういけるかと思ってもう撮ってもええわっていう状態でわざわざ撮れんのに撮っていいですかって言ってあダメですって言われたら撮れなくなるじゃないですか、うん、じゃあ聞かん方がいいじゃないですかだからこれはねなんか気づかれたらどうするんですかあほんまや何これおかしいさよならって言われたらどうするんですか単純に気が変わったらどうするんだよ、まあ、バレたくないんですねそうそうそう恋の催眠術かかってるからそうかもういらんこんなバーンとか音出したらバーンって戻って、はい、誰ですかって急に言うかも危ない。そこまでの催眠なんだそれぐらいいくで林は慎重にすごいね冷静に考えたらおかしいですもんねそら僕のこと、ね、もうちょっと卑屈なってた時やから、はいはいはい、だって千鳥のノブさんにはもう僕の妻がやった行為をもう足に鉄球を巻くような行為だと何もしてへんのに、はい、言われてましたね林と結婚する林という玉をね、はい、林の頭ですね林をもう頭に、はい、足につけてそれでまあ付き合って、はい、で結婚してファイナル行ってですよね、はい、そうですねでもほんま今、まあ、毛利も思ってると思うんですけどこれ取ってなかったらどうしてたんやろと思います、うん、ほんまに思いますね人生変わったよね大アルバイトが待ってたかもいや、はい、ほんまにその本番でも言ってましたけど、はい、正直劇場ではもう、はいこんだけ漫才頑張って減ってたって、はい、いやもうほんまリアルしやっぱ新しい人が出てくる割に来る人がいなくならないんでそれはやっぱ僕らじゃないですかテレビもそんな出てない、お客さんを呼ぶわけでもないっていう真ん中の中でも僕たちっていう感じはめっちゃありましたねあそう、はい、やばかったというギリギリでさよならホームランですよいや、はい、本当にさよならホームランですねはいいやいや決めましたよ、うん、あそこで優勝しきるっていうまあシンガーズもすごいですけどはいまあ、優勝しきるってなるとね、はい、もう来年出たらもうあかんかもしんないじゃんいやほんまそうですバレてたしいやマジでそうなんですよそんなそうなんですよで作れないですもうあのネタを何本もそんな前だからまあ言うたらあの夜はギャロップベストアルバムみたいなのが出せたしねはい6分っていう勝負でございますねマシンガンズがまあラスト一曲なかったという、はい。一曲なかった。なし。ボーナストラックなしです。いや初めて。無題だ。無題ですね。音鳴ってました。なんかテープの。十分ぐらいかけたら音がちょっと出てきて。ちょっとね。あれ隠しトラックなんか。びっくりしたっていうね。家で掃除してたらびっくりするやつね。いいよなでも準優勝も。いやまあでもとにかくやっぱ決勝寝てるのがすごいですね。いやでもあのそうですね。あの大会終わってすぐうちの相方がネタ書いたって言って。木村が？え？キムが？
そう。書いたことないよ。書いたことないんですよ、今まで25年、うん。はい。でも多分めちゃくちゃ触発されて書いてきて、もう全部のボケが、いや、それ盛岡冷麺やないかとか、その岩手県民に向けてのボケだったんですけど、はい。岩手すります芸人なりに、はい。でも燃えたんだ。燃えたんですよ、本当に。寝られない。いや、中堅はそう。いや、でもそれも嬉しいですけどね、うん、そうやって。ほんまにね、思ってもらえたのは。ちょっとやっぱ林が言うように、はい、くすぶってる方っていうのは心もくすぶってね、はい、そういう方が多かった中、もう一回今年火ついてますから、うん、やばいで、でも本当に来年ほんまにどれぐらい増えるかな、どう、いや増えるのは間違いない、で単純に M1 卒業する組がまず増えるんで、そうなんです、無条件に、だから別にそうやね、見取り図とか減ったのは僕らだけなんですよ、一組しか減ってないで、はい、で増えるのが M1 卒業組全部と、あともうええわって思ってたけど、あれこれやったらちょっと出たいぞってなった人たちが6分やったら、はい、とか松本さん見てるから東野さんとか、そうですね、あれはってプロしか出られへんやったっけ、そうです、はい、アマチュアないのか、アマチュアがないんですよ、アマチュアあったらやばかったよな、いやめちゃくちゃ出てたんじゃないですか、僕のほんまにおじさんだから、はい、そうですね、でもそのためにもうだから別にそのために今日事務所入りましたでも間に合うのか、いや15年以上なんで、あそうなんや、はい、だからもうネタがある人しかいないんですよ、うんうん、大会やなそれ、はい、向井さんは出るんですか、じゃあ盛岡漫才で、盛岡漫才で、いや盛岡予選があればもう絶対出ます、盛岡じゃないです、絶対盛岡ないです、ザ・セカンド、ザ・セカンド盛岡編、確認は取ってないですけどないです、いやまだ分かんないですよ、盛岡地方で、はい、分かんない、下の国からみたいにね、はい、望郷とかそんな、めちゃくちゃウケると思うね、盛岡であったらもうすごいんだから、ザ・セカンドと言い張って、はい、いやーすごい、いやまあでも出てほしいですよね、天心もそれはもちろん、向井さんですか、はい、いやまあそうか、後ほど近況も言いますけど、そのなんか気候が多いんで、いやないですよ気候なんて、ちょっとじゃあ特別に一個だけ向井さんの近況毎週言ってんだけど、はい、はい、言いましょうか、お願いします、8月13日ですね、うん、急にコミケの主催者みたいなことを言い出すその時に向井さんの X、まあ、旧ツイッターの投稿ですけど、はいはい、8月13日突然ですよ、突然、はい、コミケ皆さん楽しんでくださいってつぶやいた主催者やな、そんなの一銭も出してへん、主催者やな、なんなんこれ、運営側の意見がさ皆さん僕の用意したコミケ、いやいやそんなとこじゃない、同人誌を買ってください、ぜひお楽しみください、気をつけてくださいよ、関係あんのかなと思いますよね、なんかあら向井さん協賛で入ってんのってなる、いやいやいや違うんですよ、なんなん、いや毎年ね、はい、コミケ出店してたからね、それで今年は出れてないから、うん、その分みんな楽しんでくださいねっていう、その前段3行ぐらい抜けると主催者になる、そうですね、なんか向井の協賛でお送りしてたまり大会みたいな、言われ、まさか向井さんの手のひらの上でみんななんか頑張ってるみたいになってますから、そんなつもりはないですけど、気候が多いですね、言わないですもん、皆さん「VIVANT」見てくださいって僕言わないですもん、いやいや関係ないから、そうやな、面白いから、今夜は「VIVANT」見て10時皆さん69分ですスペシャルお願いします、いやそれは言わんよ、言わんわ、関係ないですもん、いやそりゃそうやねんけど、いや俺も言うつぶやいたことない、いや気持ちが気持ちが今までツイッターありがとうございましたとか、いやいやいやつぶやいたことない、イーロン側の意見ですよ、イーロン側ってイーロン側の意見や、今の X も応援してあげてください、これ言ったことない、もうそれ言うたらイーロン、いやそうやねん、それ言うたらイーロン、即イーロン、即イーロン、熱いっすね、いやもう特別に今日これだけ行きますと、これは読むつもりなかったけど、これ同じコミケ皆さん楽しんでくださいの同じ日、8月13日同じ日、世界陸上を不純な目線で見る、いや違う違う違う、これは良くない、ちょっと待って、その時のそんなことないよ、その時の X、はい、読んでいいですか、旧ツイッター、そうそう X って言ったらあれだけど、 X のツイッターを読んでいいですか、お願いします、やり投げの北口さんかわいいな、これはちょっと待ってくれ、ええや、世界陸上や、いや分かってますな、でもね世界陸上もうほんと人生かけたやりを持って、はい、これやり投げてんじゃないです、自分の未来を投げてるんだ、あその人に向かってね、かわいいな、まるでお前が世界陸上主催してる、そんなことないや、そんなことないや、どうだ、まるでやりを僕が買ってあげてるスポンサーのやりや、ね、あのドッグラン主催してる人やっぱ犬かわいいなって、犬かわいいな、それは言うよ、みんな喜んでくれてて嬉しいです、それは主催してるから言うやろ、おい言うかい、やり投げ、逆にこれ以降、うん、もう全部 M1 とかも、はい、皆さん M1 楽しんでくださいとか、はい、もう全部、あそうねぶた、今年はねぶた祭り開催できて嬉しいです、ほんまないよ
主催キャラ、別に何もやってないから、主催主催主催、店覗きに来たオーナーのスタンスなの。いやいや俺が楽しんでください。ねぶた祭り俺がいなくてもいけるか。いけるやろそりゃ。何も関わってないやろ。いけるかよ。別に嘘じゃないから。嘘じゃないけど。ラスボスキャラ。じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん行きましょうよ。じゃんじゃん。何か言わんとゆっくりしていってください。いやいや、それはだからそうなんや。おかみさんボットやとこれ。野外の音楽イベント。おかみさんボット。水分補給忘れんといてや。いやいやだから。いや一回やってみましょう。ええと。スカルプ D プレゼンツ。川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りします。皆さんは鏡の前に立った時、最初に気にする体の部分はどこですか？髪型が崩れていないかと髪を気にする方が多いのではないでしょうか。髪は男性の印象を決める大きな要因の一つ。より良い髪を育むためには髪の毛そのものとその土台となる頭皮を毎日ケアすることが大切です。スカルプ D は髪と頭皮をケアするシャンプーとコンディショナーのブランド。富士経済調べのメンズシャンプーリンスのメーカーシェアで2009年から13年連続売上ナンバーワンを獲得しました。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを始めてみませんか？詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。キリンの川島明です。天使向井です。ギャラップ森です。林です。さあ、私ね、ちょっとね、はい、信じられないことをしてまして、はい、まあ、この番組のゲストって、はい、川島が、ちょっとこの人呼んでっていう人を主に呼んでるんです。はい、で、ギャロップさんに来ていただいて、はい、うわ、ギャロップと久々にラジオできるっていうのはすごく嬉しかったんですけども、うん、ありがとうございます。はい、スカルプ D プレゼンツだったんですよ。はい、これはもうほんと浮かれてたな、自分がと。はい、何ですか？これはもうビーガンをさ、うん、牛角のコマーシャルに使ったようなもんで、こんなミスをするかってところで、ただ でさえね、フジモンとかクッキーさん来てくれた時に、本当に Z 世代を置いていくようなラジオをしてしまって、はい、それだけでもスカルプ D さんに迷惑かけてるのに、これ喧嘩売るようなゲスト呼んじゃったんだよね。まあ、逆張りもええとこやと。シャンプーから一番遠いじゃない。正直ね。まあ、こんだけラジオやらせてもらってんのに、はいはいはい、ちょっとこれは失礼なラジオが多かったんで、なるほど、今日はこれ終わります。うん、スポンサーに感謝、シャンプーあるある。お、もうスポンサーにベタ付きできますけど。いや、もうこんなコーナーやってないですからね、今までは。あるあるを やってないんだから、うん、あるあるとか、はい、まあ、ゲームコーナーはいろいろやってるけど、うん、もうシャンプーあるあるで、うん、今日は一回スポンサーさんにこびます。はっきり、うん、はっきりと言った。こびんぬ、こびんぬ、いや、きぼんぬみたいな。キボンヌみたいに言うスポンサーコビンヌですよ。いやいや、本当に、まあまあ、でも、まあまあ、でも楽しいゲームにしました。はい、もう今回はですね、ギャロップのシャンプーあるある、はいはい、毛利さん、林さん、お二人それぞれにシャンプーあるあるベスト3を考えてきてもらいました。なるほどでございます。二人の考えたシャンプーあるあるベスト3が何なのか、はい、これを、まあ、みんなで当てましょうということでございます。はい、はい、うん、シャンプーあるある毛利さん考えてきてくれましたが、はい、一応ちょっと僕なりの、いや、そうですよね、シャンプーに対するものは考えさせていただきました。林さんももちろんシャンプーもちろん、はい、今日持ってきてもらったという、あの、僕なりのですよね、はい、いや、それでいいんです、はい、これもスカルプ D さんに感謝を込めて、うん、そうですね、はい、堂々と言わせていただきます。堂々と言いましょう、はいはい、まずは毛利さんのベスト3から当てていきたいと思います、はい、うん、今回林さんもその場合回答者に加わっていただきます、うん、なるほど。林、川島、向井、この3人で毛利のシャンプーあるあるベスト3を当てたいと思います。あ、うん、2周いきますからね、はい、まあ、1人2個ずつ用意しておいていただきたいと思います。さあ、それでは、はい、毛利のシャンプーあるある当てましょう。はい、ぜひ、はい、僕というのをちゃんと考えていただいて。そうです、毛利のやからな、はい、そこが大事、そこが大事になってくるかなというの。2回しか行けないから、まあ、広いシャンプーあるあるで、正直、ね、あるあるのお題でも当たりです。だからどれぐらいかちょっと一旦言っていいですか？はいはいはい、あ、向井さん、はい、じゃあ行きます。向井さんのチャレンジです。はい、旅行で行った旅館の大浴場のシャンプー使ってみたら思ったより馴染んで、売店で買おうかとちょっと思う。さ
際ね。いいの入りましたね。さあ、これは、はい、我々はあるあるですよね。そうですね。バー油とかね。あ、そう、あれがね、案外いいんですよ。馬とか炭とかね。そう、炭のやつあるよね。使いますもんね、あれはね。興味があってね。違います。入ってない。ああ、そう。入ってない。ちょっと向井さん。はい。私もほぼ、それの類似商品持ってきてた。はい。え？そっちだと思いますよ。はい。じゃあ、川島の、森さんへのシャンプーあるある。古い旅館のシャンプー。見たことないパッケージ、嗅いだことのない匂い、芝生触ってるような指通り。ある、ある逆もあるじゃん。大外れあるじゃん。大外れもありますよね。カッサカサになってこれシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、一緒のやつちゃうっていう。あるうわあ、緑、緑、うん、緑の大容量。緑の大容量。どの容器からも緑が出てくるから。で、その下にみんなが使える軽石。使ってない。使わない。あれは、あれは使いにくい。使いにくい。かかとはもうみんなと共有は嫌だ。嫌だから。やっぱり鎖で繋がってる。鎖で繋がって取らない。取らないよ。ドライヤーもちっちゃい。はい、ちっちゃい。ドライヤーちっちゃい。ベスト3じゃないですか。ああ第4位です。ああ、そっちか。時点。はい。違う。違いましたね。林さん。いいですか。林さん言いましょうよ。モーリー、意外とその、庶民の生活をしてるような一面もあるんですよ。はあはあ、もちろん人が見てないところでは。まあなんかこう、パーティーマンみたいな感じ、はい、人が見てるところはこう、芸能人って感じなんですけど、一、うん、人の時はちゃんとこう、節制もしてるタイプで、で、多分ね、あの、詰め替え用とかを買いに行くんですけど、なんか安売りとかをしてる薬局とかでふっと見たら、これ詰め替えの方がちょっと高いやんってなって変な気持ちになる。いやあの、量の割合で。量の割合ね。はい、これ、丸々買い替えた方が安いやんってなる。いや、性格とかも考えてくれてますけど。あるあるある。ある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 。100人。100人に聞きました。違います。あら違うか。もう誰も外せないです。あと1人1個。そうですね。惜しいのもないか。惜しいのない。あのですね、ま、あの、シャンプーっていう場所を変えていただけてんのは、ありがたいな。例えば旅館とかも見ました。ああ、言いましたね。まあ、その他でもシャンプーっていうのはする場所があるわけなんで。あ、俺と向井、いきなり旅館とか言ってた。はい。まず俺原点に帰っていいですか？はい。家のやつや。家か。そらそうよ。あるある言うてんのが一番シャンプーする機会が多いから。はい、うん、いきます。川島のあるある。シャンプー中に、インターホンが鳴った気がして、目を閉じながら8秒止まる。止まるな。もう動きはないのにな。あれなんでちょっと目つぶってんの、うん、あれ。耳に全神経集中さすから。ほんまになったんかなみたいなね。なってないね、ほんで、いつも。うん、うん、ってなるけど、なった気がする。あー、違います。あー、すまん。落ちぶれてすまん。あー、貧乏ちゃま。じゃあ、俺も、毛利くんのキャラクターで思うことじゃないかなと。そうやな、はい、そっちや。まあ、あの、DJ とか、DJ ケリーもちろんやってますじゃないですか。はい。DJ イベントで盛り上げた日の、うん、夜のシャンプーは、心なしか泡も盛り上がりを見せている。よく泡立つ。はい、よく泡立つ。フロアも泡も立つ。はい、それは。プチョヘンザ。シャンプーの泡プチョヘンザ。はい、シャンプープチョヘンザ。はい、確かに言われたのけど、自分のランキングに入ってません。入ってない。してたんとは違うんだよ。違う。僕、先輩二人にこれ当ててほしかった。僕、多分ね、場所って、これ僕、美容院やと思うんですよ。あー、で、僕は分かんないんですよ。はい。美容院のあるあるが。あと、あと、美容院で考えるわ、今。美容院僕、美容院。いや、いいじゃん、林なりのね。林なりの一個いい、ね、林なりのね、うん。ジャンボタクシーの座席を倒しすぎて、美容院のシャンプーを思い出す。林のアプローチ、はい。林だな。林だわ、これは。それはね、あの、森末みたいな感じで、林です。技です、林です。ほんま、ほぼ寝てる時あるんですよ、うん、ジャンボタクシーで毛利が。うん。あの、全部倒れるやつね。はい、あるな。その時に思い出してるんじゃないかなと思って。違います。ただ、ありがとうございます。うん、リーチの仕方、もう完璧でした。美容院、いいですか、ちょっと緊急参戦。はい、お願いします。後頭部ほんまに洗ってくれてる。後頭部弱いよな、美容院。あれちょっと待って、なんか、あれ後頭部なら弱い。そこから。弱くて不安になる。あ、不安になるっていう感じですよね、だから。僕はなんかその、前髪、あの、まあ、側頭部とか前髪を10やとしたら、はいはいはい、後頭部それに対して2ぐらいしか洗ってへんやっていう。いや、もうこんだけ頑張って導こうとしてくださったんで、もう正解です。1個正解です。なんか同情票いただけます。同情というか、まあでもそこまで言って。いや、もうここまでです、うん。はい。今何が惜しかったんですか？まずは。第2位です。うわぁ。2位か。
美容室でシャンプーしていただいてる時に、後ろ、後頭部、タプ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 ってやるやつ、ほんまにゆすげてるか。ああ、なるほど。そこまでいかなあかんねや。そっか。わかる。あれはね、やっぱ、うん、ちゃんと泡流れてるって思うよ。ゆすげてるかね。あの行為よ、わからん、うん。あれわからんすよね。絶対やりますよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、私、安西先生。安西先生じゃない。何ですか、タプタプ。ポカリ3本買うてきて。ちょっと。今からなんか大人の話しませんか。ちょっと外で遊んできて。はい、えちょっとあとつまめるもんも。うわ、お前のセンスで。センスで。よくやるやつ。あのタプタプ家でも真似するけど、あんまり好きない。そう。よくわかんないね。でもやられる。やるわ。うん、何やろあれ。聞いてんのかな。ねえ、俺。タプタプはあったな。言われればわかるな。さあ、毛利さんのあれは第3位よ。3位。シャンプーとコンディショナーのヘリが一緒になった試しがない。あー、なるほど。なんで一緒にやってんのに。同じ量使ってるわけじゃない。感じなんですけど、ね、2プッシュずつとかやんねんけど。合わない。合わないよな、うんうん。で、どっちかがやっぱ先になくなるから、それを買う、はい。で、結局ずーっとこう、はしご登ってるような状態で。はい、確かに。変な感じで登っていく。あるわ。いや、いいね。あるある。1位の発表です。はい。1位はね、これもだから性格を加味したっていう言い方もしてくれたんですけど、あまあ、これも僕のあるある、はい。間違えて、シャンプーしようと思って、間違えて出したコンディショナー。もったいないから、膝に置いて、ぬれんよ。ありそう。あるわ。あ、もうもったいないから、はい、膝に置いて、ぬれんようにシャンプーやるけど、まあ、半分ぐらいは流れちゃう。流れちゃう、ね。めっちゃあるあるや。ありがとうございます。ありそう。ほんまや。これは。性格です、これはだから。さすがシャンパーですね。シャンパー。シャンパー。シャンプー。あいまシャンパーです。シャンプーし、せしもの。シャンパーや。いやー、答えよかったな。残念ながら、まあ、2位がかすったぐらいで。はい。いや、でもまあまあ、ね、まだまだあるからね。うんうん。続いて。うん。林のシャンプーあるある。はい。これ、林さん、まあ。これ、林さんならではですから。はい。まあ、その、いろんなアプローチあると思いますよ。はい。はい、ちょっと難しい。ちなみに、この、毛利さんのベスト3に林さんは共感できたんでしょうか？コンディショナーはちょっとわかんないんですけど。で、タプタプ、だからコンディショナーもタプタプもわかんないんで。ペチペチになりますからね。はい。だから、やっぱわかんない。ただ、あるあるって、わかんなくても笑えたりするじゃないですか。いや、なんか大喜利のお題でな、はい、宇宙人あるあるとか言ってたから。そういう感じで笑ってました。さあ、ここから先は、我々が、あの、SF になります。そうですね。じゃあ、はい、いいですか。はい、はい、向井さん。はい、シャンプーしてるときに、みんな、こんな感じのやつやってんのかなと思って、エアーでなんか、サリーちゃんのパパみたいな髪型を作る。あわで。あわで。我々ベジータとかそう、そういうのやっちゃうやつ。あれをちょっと。きたいや。これはやったでしょ。まあまあ、3位やね。はい、はい、そうですね、3位だ。ありがとうございます。全然ないっすよ。ええー、いや、悲しすぎません？こんなないとこでこんなんやって。ウルトラマンとか。はい、いやいや、やんないっすね。やらない。いや、あった時、あった時はやったかもわかんないです。はい。もうないんですから。はい。はい。川島さん。妻のシャンプーを匂いだけ嗅いでみたことがある。これはあるあるだ。ある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 。これはかけてね。はい、おーっていう、はい。つけないですよ。つけないけど。使ったら怒られるから。第6位です。あ !6 位。確かにあるのはあります。うん、やったことはある？やったことはありますね。自分はもう全く違うタイプのを使ってたりもするんで。うん、そっかそっか。はい。6位。まあ上がってきた上がってきた。上がってきた。まだチャンスある。これ相方が行くよ、うん。大雑把なんですよ。意外と雑に性格が、うん。あの、本体はもう買わなくて、その、それこそさっき言った詰め替え用のやつから直で行く。うん、あの、レトルトカレーみたいな。あるな。やる人はいるやん、あれ。いそう、いそう。いや、別にそれでええやんっていう、ねうん。ボトルに入れなくてもいいやって、やって手に出して。直、はい、まあね、直で。いや、これ面白いけど違います。いや、でも確かに僕がやりそうと思われるのもわかるんですけど。まあなんかね。うん。これ難しいんかな。もう外したらあかんねん。これそうなんですよ。やば。レンチャンでいきましょうか、僕。あ、いや、毛利のレンチャン。林武史っていうのを考えてあげなきゃいけないんですよ。そろそろ、ね、そろそろ。夏場とかに、みんなが使う、あの、スースーするシャンプー。はいはい、これスカルプディもあんのよ。スースーしすぎて頭ちぎれてんのかなと思う。いやね、お前踏み込みすぎて。何やねん、頭ちぎれてるって。ふざけんじゃって出ていけよ、お前。何や、頭ちぎれてんの。ちぎれた時スースーすんのか、ほんまに。そんなことないですよね。ないですよ。入ってない。いや、めっちゃスースーするわはありますけど。スースーしすぎてカイロで温めるですよね。違いますよ、だから。
ちょうど西田で真夏のカイロ。あ、ね、どこにあったかなじゃないんですよ。温度調整、冷えピタも使いながら。だから冷やしすぎたら、はいはい、結局ターバン巻く。はい、いや、巻かないですから。林さんは、冷えピタはおでこに縦で3枚貼れる。縦で3枚貼る。縦3貼れる。川の字。はい。川の字なんで。川の字で寝れる。川の字で冷やすんですけど。多いなすごいなだからそれ関係ないんでいいんですよ。花電話みたいにできますよ。3本ね。3本立つから。あかんか、はい、あかん。あれ、これむずいんかな任せますよ、ほんまに。お兄さん。向井さん1枚くらいあげてくれ、はい。そうね。だから難しいけど、シャンプーの減りが遅くて、うん年に一回、お正月の時にしか買わないから、シャンプーを季語だと思っている。正月の正月の季語だと思って。俳句。俳句なら。俳句ならば。横文字の季語、はい。シャンプーやでもいいし。はい、シャンプーやと、もう春子に。はい、もう。正月、はい。ないですよ。そのシャンプーとお餅が一緒に出てきて、お餅の方消さなくていいし。もうシャンプーがあるんでね、みたいな。夏井先生が、ね。はい、先生。重複してるんです。上級者がやりますけど、はい、あなたみたいな人が背伸びしないでください。なので、もう消しちゃいましょうよ。ないです。そんなんないです。あ、ない。そう。それは、ワキラさん。決めます。すいません。ワンパン怪しいになったんです。僕は一回これを考えるので、はい、怪しいになりました。なるほど。そうか。皆さんね、浴室とかに居すぎ。はい。まず買うという行為です。買うか。ありがとうございます。コンビニでシャンプーを買うのが恥ずかしいので、ジャンプとマガジンの間に挟んで持っていったことがある。エッチボンじゃないですか。やった。あるある。エッチボンじゃないですか。1位か。なんかその東京カレンダーとか、はい、そういう大人の雑誌。はいはい二冊に挟んで、シャンプーをレジまで持って行ったことがある。これは考えた。いや、あざすじゃない。ないですよ。いいって何なんですか真ん中こんもりしてんねん。いや、真ん中。なんか付録かなみたいな。最近の付録。大きめの付録。トートバッグかなみたいな。紐で縛ってるやつないんすよ。シャンプーだったから。1位です。1位ですかこれは。いや、違う。10位にも入ってないっすよ。ありゃ。むずいや、3位と1位は僕ならではなんですよ、多分。はいはい。2位は、もしかしたら、みんな思い返したら、もしかしたらっていうか。思い返したら、まあ、言われたらみたいな。ちょっとヒントください。2位当てに。2位ですか ?2 位当てたよ、はい。2位は、シャワーじゃなくてっていう感じです。シャワーじゃなくて、シャワーじゃない。シャワーがないんだ。シャワーなかった時どうしてたみたいな。湯船から、そう。だからすくって、シャンプーを流す時湯船からすくって、その、あれ、荒行みたいなのあるやん。はい、はいはいはい。修行僧がやるような、ええみたいなやつをやる。はいはい、ああ、いや、でもわかる。なんか勢いよくザイバーカブで気合い入れるみたいな。ちょっとだから僕の答えがあかんのちゃうかという気がしてきました。え、でもこれは正解です。いいですよ、はい。あの、湯船のお湯を洗面器ですくって流す、うん、その洗面器一杯分でなんとか終われないかチャレンジするって。これは、さ、これは林のあるある。そうそうそう。そうなんですよ。したことない。これ生えてる頃よ、やってたのは。いや、狭い。だからじゃん。だからじゃあそんなことしてないから。あれが原因あれが、もう残ってたんじゃん。流れてないんじゃん。そっか。その、昔のシャンプーってあんまりね、良くないって言うから、はいはい。あら、これが唯一、皆さんにも伝わるかなと思ってた。これ第2位。はい。そうか、じゃあもうあと3と1はぶっ飛んでるわ。林さん、はいはい。第3位は、いやもう、そのシャンプーなんてもう、一緒ですから、とか、いう割になんか、なくなって新しいシャンプー買うとき、薬局で真剣に悩んでるって。人前では、はい、いやまあ別にいいんすよとか言うけど、はい、ちゃんとこだわっておられる非常に素晴らしい、うん、一通り見てるこれはスクロープ D さんも喜ぶ、はい、そうそうですねちゃんと選んでいいちゃんと選ぶ、ね、記念すべき第1位はい第1位はもうあの石鹸のみでつま先から頭まで全部洗ってる時になんか悲しい気持ちにはなるんですけどふとこれ海外の人がやってたら結構かっこいいやつやんねえと思うそれあるあるいや、なんかそういうシーンないっすか石鹸だけで全部洗ってる映画のシーンとか。めっちゃかっこいいやん。でもなんか呪文がやってる時にめっちゃ虚しいねん。なんか。ブラピとは違うわな。そうですね。そうそう、そうそう、そうなんブラピとは違う。まあ、林になりきれてないよね、我々は。そうですね。かっこいい。寝言皆さんは、ご自宅のシャンプー、どんなものを使っていますか男性の髪の悩みは、千差万別だから自分に合ったシャンプー選びが大切です頭皮のベタつき、匂い、フケやかゆみ、髪のボリューム感髪の毛の張り、腰の低下スタイリングが決まらない一
一つでも思い当たったらスカルプ D シャンプーを検討してみませんか。3つの有効成分配合のスカルプ D 独自の設計で髪と頭皮を健やかに保ちます。さらに使う人の頭皮のタイプに合わせて異なる設計の3種類のシャンプーをご用意。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを。詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ沢島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ沢島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ沢島明の寝言。キリンの川島明です。天使向井です。ギャロップ森です。林です。さて、繰り返しになりますが、この番組はメンズシャンプーでおなじみ、スカルプ D さんの提供でお送りしております。毛利くんはどうなんですか、はい、使ったことあるんでしょうか。僕はスカルプ D さん使ったことあります。ありがとうございます。はい。ちゃんと使わせてもらいました。ただ林さんは、まだ、スカルプ D さんを使ってない、うん。過去に、使わせていただいたことはあるんですけど。あ、そうですか。はい。なんか、もう僕が使うのってどうなんだろう、みたいな時もありまして。言ってるんですか、はい、一旦ちょっとこう、まあ、距離を置こうではないですけど。付き合ってた。はい。ちょっと。スカルプ D と付き合ってたけど、お互い一回、距離を置いてるという今状態ですね。まあ、僕にはちょっともったいないというか、そういう気持ちがありました。向井さん、はい。お願いしますよ、本当に。はい。はい。いや、もうね、スカルプ D さん、魅力がいっぱいあります。うん、ね、三つの大きな特徴を紹介させてください。まず一つ目は、こちら。髪と頭皮の悩みにアプローチ。ね。こちら、やっぱりね、これね、髪だけでなく、頭皮をケアするシャンプーっていうのが大事ですから。はい。一言じゃないですよ、ね。そうなんです。頭皮はありますよね。頭皮はあるんですよ。これ頭皮ですよね。これ頭皮で、はい。じゃなかったら何なんですか、頭蓋じゃないですよ、これ。コツまで言いなさい。頭蓋じゃないよね。はい、頭蓋。そうなんです。あっかいみたいに言うと。あっかいみたいな言い方。はい。こちらね、ふけやかゆみ、髪のボリューム感、頭皮のベタつき匂い、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、このような悩みに対して髪と頭皮を健やかに保ちますと。うん、これ頭皮のベタつき匂いなんてもやっぱり林さんも、ね、確かにそれは気になります。そう、はい、そうでしょ、うん、健やかによ、本当に。そう、これはもう大丈夫ということで。確かに毛利が僕の頭を漫才中叩いた後にすごい嫌な顔してる時あるんですよ。はいはい、あ、ちょっとベタつき、うん、はい。そうなんですよ。持ってかれる時あるんですよ。はい、持ってかれる。手が、にっちゃってなる。ちょっと糸を引いてる。ちょっとですね、うん、糸はちょっとあれですけど。ベタつきというのは。うん、はい、夏場ね。そうですね。夏場の4ステ目とか。はい、そうですね、夏場、ね。やっぱお客さんがそれはやっぱり叩かれてる方じゃなくて、叩いてる方がなんか嫌な顔してるぞって、やっぱりこれ漫才としてあんま良くないんで。はい、そうですね、意味わかんないからね。はい、うん、それはもう解決できます。ちゃんと解決できます。はい、ありがとうございます。それが一つ目でございまして、二、うん、つ目は新たなシャンプーの形を採用。うん、はい、目の前に、置いてありますけど。ねえ。これ、これ、一瞬。先ほどのあるあるでも出ましたけど、ね、詰め替え用がめんどくさくて、はい、もうそのまま使うみたいな、はい、それがありえないんです、このパック。そうなんです、そうなんですよね。こちらね、めちゃくちゃ詰め替えより簡単な、このね、そもそもパックを付け替えるだけ、うんうんうん、なのでこれもう簡単にこれが取れますんで、うまい。そう、ね、それをはめるだけ。すごい、めちゃくちゃ早いです。地球に優しいんですよね、こうなると。うん、水星にも優しい。そう。もういろんなところに優しい。冥王星。いやいや、その宇宙に優しいとは分かんないけど、地球だけでいいんだけど。はい。そう。で、まあしかもエアレスポンプっていう、もうその、そこに残らないようなポンプ使ってるから。ね、斜めにしてやったりするから。出たりするのがね、なかなか、みたいなこともありません。はい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 、使い切りやすい、ね、マントみたいでかっこいいですね。そうやろ？そう。なんか強行みたいで。いや。ウォーズマンの顔みたいな。そうね。いや、なんで、セイントセイヤの例えに筋肉マンで返すんですか。黄金期例えね。ジャンプ黄金期例えブーム。例えブーム、到来じゃないですよ、さっきから。スペシャルマン、カナディアンマンって言って。もう10代置いていくなって。そういうこと言うたびにスカルプ D さんに寄せたコーナー今日やったやろ。それやりましたけど、言っちゃったらダメなんだけど。使ってんのかな、まあ、アウターゾーンのミザリーも。いや、誰が覚えてんすか。アウターゾーンね。アウターゾーンのシャワーシーンがあったら興奮したでおなじみのミザリー。うまいこと隠してたな。いや、いいの、いいの。ね、じゃなくて、これが、そう、二つ目が新たなシャンプーの形。はい、そして三つ目が頭皮に合わせたバリエーション。来たよ、これ。ということで、こちら、どんな頭皮の人にも合うように、こちら、脂性肌用、まあ、油っぽい方ですね、乾燥肌用、超脂性肌用の3種類用意しております。せやね、全部に当てはまるじゃない。でも全てのシャンプー、全てのシャンプーのいいところ。ほんとマジますんで、はいはい、もうどれを使っていただいても。どっちやろ僕は。ね、うん、そう。プラス。なのか。まあそれ本当二つ使い比べてもいいかもしれない。なるほど。で、夏おすすめのクールタイプ。あら。ございますので。ちゃんと。いやだ。林さんのために今日はもう。
ていうこと。選ばれたようなもん、はい、久しぶりのシャンプー、今シャンプーレスでしょ、シャンプーレス。シャンプーレスもう長らく。なんか恥ずかしいよ。レス、うん、こいつ照れてますもんね。レスってなったらずっとレスになっちゃうから。ああ、そうシャンプーっていうのは今晩どうと。シャンプーに語りかけて。いいですね。東京で何があったんやって言われるじゃないですか。帰ってきた妻の反応が違うよ。なんかしてきたでしょ。あらら。いいですね。シャンプーですって。うわ、怖えや。いや、おらんとこで勝手にやって怒られんから。やかましいな。いいよ、ね、テレビ電話つないでな。はい、いやいや、なんで心配すんなよ。心配すんなよ。そんなんないです。普通にやったらよろしい。ね。まあでもこちらね、詳しくはスカルプ D で検索していただければと思います。それではスカルプ D さんの力を借りて、今週はこちらのコーナー、スカルプ D で洗い流したい。失敗したこと、恥ずかしかったこと、腹の立ったこと、そんな洗い流してしまいたい出来事をリスナーの皆さんから募集して紹介するコーナーです、うん、一番洗い流したくなったメールを送ってくれた方にはスカルプ D のシャンプー&コンディショナーのボトルのセットプレゼントです。さあ、たくさんメール来ております、はい、ラジオネーム最近犬派。以前ランチタイムに一人でピザ屋さんに行った時の話です。そのピザ屋さんは自分で好きなソースと具を選んでオリジナルのピザを出してくれるお店でした。具の種類がとても多く悩んだので店員さんにおすすめはどれですかと尋ねたところ、いくつか勧めてくださった最後にアスパラも食感が良くて人気ですよと教えてくれました。それを聞いて私はアスパラにしようと思い、じゃあ食感でお願いしますと答えてしまいました。あの時の笑いをこらえた店員さんの顔を思い出すと今でも恥ずかしすぎてにやけます。スカルプ D で洗い流したいです、うん、あるよね、このなんか言葉がね、うん、最後のだけ残っちゃった、うん、られてるもんね。じゃあ食感でって言っちゃうと恥ずかしいです。すごい通なオーダーですよ、ね、確かにね、うん、食感を入れてくれ。確かに。続きまして、岐阜県ラジオネームレベル41、うん、先日実家に帰った時のことです。父にアプリについてよくわからないから見てほしいと頼まれ、スマホを渡されました。僕もわからなかったので、そのスマホで調べることにしました。検索画面に、なんと、金髪全裸の女性の画像が。そして検索履歴を見ると、外国セクシー女優やアメリカ女優裸の文字。僕はそっとページを閉じました。叶うことならその画像も様々なセクシーワードの組み合わせで行われた検索履歴もスカルプ D で洗い流したいです。僕の記憶も消してほしいです。親のこれは ね、親のやつはねきついよ。ほ、うん、んで外国、はい、外国、僕の親父も外国の方が好きな人やって、異国が好きですか、たまらんかったね、あれはもう嫌やった。まあ親の性欲で一番ちょっとショックというか、ショックですね、なんかそういうのない成人に見えてるからね、子供の頃はね、うん、はい、うん、なんか確かに、なんか親父昔やけど、俺が小学校の時の親父がなんか捨ててないチラシやったな、ずっと。多分好みのね、そうやな、ね、女性のまあなんか乗ってるやん、うん、はいはい、スーパーのチラシでもちょっと下着姿の、うん、あのブラジャーとかありましたね、スーパーのチラシで。いつになっても捨ててないチラシがあったな。いや、そう、相当好きやったよ。何回新聞を捨ててもそれだけ一番下にあるの、はい、いやもう捨てられないようにしてる。捨てられないチラシあったな、すごいなそれは。でもやらしい本は一冊もなかったけど。ないですか、チラシでなんとか。うち押し入れにめちゃくちゃあの奥にもうエロ本積んであって、一番thank you.
奥に、まあ取りやすい位置なんですけど、スクラップされたエロ本が出てきて、最強のエロ本作ってる。自分で。マイベスト？マイベスト。俺の夏みたいな。はい。マイベストすごいな。いや、すげえ。あった。いや、もうその我々がいたベース吉本でも都市伝説ありましたけどね。え、何ですか？そういうセクシーな本に関しては。はいはい。向井さんが単独ライブ、天津でやるときは、もう向井さんずっと、その劇場に泊まり込み。はい。まあ、いわゆる会議室行くか、楽屋で寝るか。帰らないんですよ、向井さん。昔は泊まれましたからね。そう、そうね、劇場。で、単独前ストイックなんで、1ヶ月くらい帰らないです。ほぼ。はいはいはい。の時、はい。なんかその、セクシーな本が、その、劇場の、自動販売機の下に、何かやたら挟まってることが多くて。えぇ？はいはい。なんか、あれおかしいな、みたいな。なんでこんなとこにあんの？劇場の自販機の床と、その隙間にエロ本が大量に挟まってて、最終的に自販機ひっくり返ったってこと。いやいや、バカ野郎。そんなわけあるかい。入れすぎて。入れすぎて。パンクして。何の？みちみちに詰め込んで。ジャッキみたいな。あのコカ・コーラの自販機が横になって。いや、なって。階段上がったところね。大量、自販機型のセクシーな本があった。いやいや、なって。最終的に。頭かまになって。形成肉みたいな。形成肉。形成エロ本作るかい。形成。でも天心が単独終わったらそれなくなる。いやいや、そうなの。都市伝説ですからね。都市伝説。関連性俺と都市すぎるわ。ちょっと上品なラジオやりましょう。すいません、すいません。ラジオネーム、ポコのちんのすけさんからいただきました。いや、どこやねん。どこが上人やん。ほんまにこのラジオ。東やん、ま。ほんまに。慣れ親しんだ会社のエリア会議で、資料の配り方がぎこちない新人さんを発見しました。見た目も若かったので、中途採用で入った方かなと思い、緊張をほぐす意味で、いや、その配り方、波動拳のコマンドかと、ツッコミを入れました。すると、その人は、新しく配属されたエリア部長の〇〇です、と挨拶をされ。一気に血の気が引きました。その会議で一番偉い人でした。大変申し訳ございませんでしたと、学生以来の大声で謝罪しましたが、いいよいいよ、全然気にせんといて、と、目は全く笑っていませんでした。スカルプ D で洗い流したいです。あー、きつい。このミスはね。いやいや、これ怖いよな。聞いてても、ちょっと、スワッとするような話ですね。結構、食った突っ込みやから、ね。なんかね、波動拳のコマンドっていう。よっぽど下やって確信があったね。下、右。はい。そんな風に見えるかな。いや、波動拳のコマンドか、お前。っつったら、あ、すいません。エリア部長の。怖い。KO です。受けてもないっていうことやね。ねえ。違いますし、部長やし。非常に怖いですよ。反省してますか？ラジオでもポコのチンの。反省してねえじゃない。反省してないね。名前がもう全然してないな、反省。はい。以上でございます。いや、面白いな。キャップのお二人、ちょっと印象深かった一枚選んでいただきましょう。アスパラにしますって言った人とか、お父さんのちょっと検索履歴、波動拳のコマンドとかで滑っちゃった。まあでも一番グワッゾクってなんのはポコのちんのすけさんじゃないですか。あ、ラスト？まあ芸人でもね、なんかロケ先でもやっちゃうときあるもんね。ありますね。なんか変に失礼ボケ言って、何ですかって言われて。はいはい。ごめんなさい。そこのオーナーさんとかね。実は。ありますあります。ちょっと見に来てる、ロケ見に来てる人かな見たらそこの店の人ね。さっきからおっさん言ったら、プロデューサーやったりね。はい。怖い。あ、すいません。ってなるやつね。じゃあこちら。はい。ラジオでもポコのちんのすけさんに、スカルプ D。のシャンプー&コンディショナーのボトルセットプレゼントです。おめでとうございます。はい。皆さんは育毛剤と発毛剤の違いをご存知ですか？アンファーの2020年の調査では、その違いを正しく理解している人はわずか 6%。 髪の毛を育て抜け毛を防ぐのが育毛剤、対して髪を生やし脱毛の進行を防ぐのが発毛有効成分が配合されている発毛剤です。スカルプ D メディカルミノキ5プレミアムは、発毛有効成分のミノキシジルを一般用医薬品として国内最大濃度の 5% 配合した第一類医薬品の発毛剤です。さらに3つの有効成分を配合し、頭皮環境を整えながら髪を生やします。詳しくはスカルプ D で検索。この医薬品は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りしました。
スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言、続いては今週の本望感じ。私の同期で山形県すみます芸人のソラシド本坊から送られてきた近況とスタッフが調べた天心向井くんの近況を叩かせるコーナーです。どちらがよりお笑い界に貢献しているか判定はギャロップのお二人お願いします。はい、まあとはいえ向井さんね、まあ、コミケに参加できないってことはそれぐらい仕事があるってことまあそうですね、仕事はしてます、忙しいってことね。楽しんでますか、楽しみましたか今年のコミケ。いやいやいや、だから主催ツイートしないですから主催ツイート、もうすぐ夏終わります。夏主催してないですか。で次秋来ます。秋主催しねえから、秋カミングスーン言わねえから。それぐらいすごいですよ。はい、気になるな。ということで向井さんの近況からです。はい、8月3日向井のインスタグラムのアカウント餃子チャンネルにおすすめの餃子の写真を投稿。好きな野菜ベスト5がネギ、レタス、キャベツ、ブロッコリー、シソであることも明かした。明かしたって何、明かしたって何、弱いや。8月11日、弱いや。何やらすごい仕事をしたらしいが詳細は明かさない。その時の X、 旧ツイッターの投稿、昨日すごすぎて笑っちゃう仕事、こんなにありがたいことはない。何すかこれ。いや、すごいな。ちょっと僕これ嫌なんです。嫌なんです。すごい収録でした。、はい、近況はまたで近況言ってくれないやついるでしょ。あ、そうです、ね、グラビアの方とか、はいはい、これ何ですの、気になる、匂わす。 8.11 に昨日って言ってるから8月10日、これまだ言えないのこれ。あ、いや、それは言えます。はい、まあ、いやいや、でもイベントですよね。MC なんですけど、機動警察パトレーバーっていう。ああ、パトレーバー知ってます。その、ゆうきまさみ先生の。はい、パトレーバーが今35周年で、この34周年の映画を改めてリバイバル上映しようということで、うん、主役の二人の富永美奈さんと古川敏夫さんと、俺で、はい、トークイベントっていうのがあって。あ、それ、スポンサーなの？スポンサーじゃないんですよ。いや、向井の口から俺パトレーバー推しはまだ聞いてなかったですよ、その、うん、アニメ好きというのは。あ、そうですね。で、パトレーバーも、うん、その、どっちかというと、もう随分後に見てますし。なるほどな。はい、OVA とか、そうでした。でもそれで、きっかけでやらせていただいて、本当にもう、もう、大スターの。まあ、そのな、まあ、向井からしたら夢のような。いや、そらそうですよね。そうです、そうです。自分が主催じゃないんであれば、そうですね。主催じゃねえだろ。あるんか。な、エモーション。エモーション。なのよ、主催は。なあ。エモーションさんね。エモーションさんなの。あ、そうなの？エモーションさんが主催してんの？そりゃそうですよ、そのパトレーバーでね、その、まあ、パッケージとか売ってるんですから。8月12日。はい、まだ。出ました。向井がプロデュースするイベント。これマジでプロデュースしてます。はい、はい、はい、はい。このイベント、笑い声。はい。まあ、芸人さんと声優さんが新たなステージを作るというライブです。はい、このチケットを売るため、YouTube で生配信。はい。パソコンを見ながら、食べ物屋さんを探しているらしく、途中はほぼ黙っていた。うん、疲れているのか、危ない、あくびするとこでした、と言ったが、あくびはしていた。また、スティービーワンダーをくじずさむ時間もありました。何ですか、もうそれ、違う、ピックアップの仕方が変じゃないですか、これ。いや、それだけ、いや、これほんまもう、産業ニュース。ひどい。ひどい。産業ニュース。産業ニュースにしたらひどいよ。暇ですよ。いや、暇ですやんじゃないですか。あくびして、スティービーワンダーで。しかもなんか、
あくびするところでした。いや、まあ、その、はいはい、危ねえって言ったけど、あくびはしてます。新喜劇の中田はじめさんのこけたのに、もうちょっとでこけるとこやったやつと一緒です、ね。いや、こけたから一緒ですやんかって怒られてんの、今。いや、じゃ別に、その、はじめさんのボケを奪ったつもりはないし。中田はじめさんを主催してるってこと？いや、じゃないのよ。中田はじめ主催の天使向井です。じゃないの。力道山のイベントですよね。じゃないんですよ。力道山さんのモノマネして、ね、あの、ラグビー新喜劇みたいなのやるでおなじみじゃないんですよ。ね、岸和田の新喜劇。いや、岸和田のだんじり新喜劇やってるんじゃないんです。それ主催は岸和田の人がやる。そう、なんで広島のやつがやるんだ。だんじり祭り今年面白かったですよねって、うん。俺が言うなよ。だんじり一回も携わってないやつが。違うから。ちょっとまあこういう近況です。いや、他の仕事もやってるよ。本坊がんじの近況です。はい。今年は、うん、トウモロコシをタヌキに20本食べられました。これが何だ。これ何だ入り。防獣のネットに、まあ、獣を防ぐネットに、タヌキ専用の穴が開いてしまっていたからです。去年はタヌキ被害はなかったけど、虫の被害がたくさんありました。虫よけに玉ねぎネットをトウモロコシにかけました。が、全く意味がなかったようで、今年はやめておこうと思いました。が、今年、周りの畑でトウモロコシを育てていて、見てみると玉ねぎネットが被せられています。あ、これやっぱり意味があったんだと思って、その農家の人に声をかけました。すると、本坊さんの真似してみたっけと言われました。どうしよう。意味がないなんてもう言えない。だから、今年も玉ねぎネットを420本トウモロコシに被せました。うわー、これー。自ら巻いたったね。面白いなぁ。そんな伝道の仕方あるんだね。そうやね。何してるんですかって言ったら、いや、あんたの真似ですよ。意味あるんでしょって言われて、もう、引き下がれない。若い人のアイデアっていうのもね。あ、そうですね。というところで、420本徹夜でね。420? トウモロコシ420本育ててんだよ。いや、まずそれがすごい。すごいわ。農家としても大ブレイク。いやいや、じゃあ芸人のくだりあった、芸人のくだりあったか。いやいや芸人の心情やん、これなんか。なんか、本坊にファンついてねえから。ファンなの？真似してるんだ。すごいな、タヌキとか農家に愛される男。そうですね。という、うわぁ、すごいなぁ。さあ、名勝負。これ、毛利どっち？ちょっと、じゃあ毛利判定してくれ、もう。これは。どっちがっていうチャンピオンに判定してもらいます、はい、うん。どちらがよりお笑い界に貢献していたか。ギャロップ、毛利さん、はい、判定お願いします。はい。本坊さんで。うわ、たなんでうん、やっぱりね、向井ちゃんはちょっと、なんか違うな。何が違うねな、理由。なんか違うなはやめてくれ。なんか違うな。いや、理由をちゃんと言って。なんかやねんな。なんかやねんな。なんねんでもやっぱり、一個やねんな。長年生きてきて、なんか違うなと思ったら、違うんすよ。いや、ないよね、こいつ。たまにいるわ。飲み会に現れる。ようわからん。できる感じの後輩。いや、でもそれは俺が言うても直らへんと思う。飲み会で言ってください。言ってよ。自分で気づいてこそですよね。その、あ、いいね。一番下の後輩が、先輩に乗っかってくるやつ。なんかを言え。そう、向井さん悪いとかじゃないです、全然、うん、そんなんじゃないです、だからええねん、ちゃんと、あ、お酒どうですかとか言えるやつ、後輩で、クソ、言う、元気やな、今日、うん、元気やなんて何、元気はいいことや、元気でいいことや、面白い、面白くないはさておき、元気です、なんか嫌なこと言うな、嫌なこと言うな、以上、うん、向井主催、今週の本坊会、違うわ、主催してない。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で、寝言アットマーク tbs.co.jp。寝言のスペルは negoto。寝言です。番組ホームページや X のアカウントでは、旧 Twitter ですね。スタジオの様子などの写真もアップしております。連動キャンペーンもやってます。番組のアカウントをフォロー&リポストしてくれた方の中から、抽選で毎週1名様に、スカルプディのシャンプー&コンディショナーボトルのセットを差し上げます。今週は9月2日土曜日までにリポストお願いします。はい。そして、川島明の寝言、ポッドキャストでも配信されます。ラジコのタイムフリーとともに、こちらもチェックしてください。ギャロップからのお知らせです。ありがとうございます。私たち、初の全国漫才ツアーをやらせていただいております。素晴らしい。直近ではですね、京都の祇園花月で行われます、ツアー、9月16日、ゲストが囲碁将棋さんということでございまして。いいな。昨日の敵は今日のゴムゾン。はい。そして東京公演も決まりました。10月14日土曜日でございます。19時半、開演。
場所はルミネ座吉本ゲストスピードワゴンさん。いいな。そしてラストがですね、大阪公演ナンバーグランド花月11月24日でございます。ゲストマシンガンズと。おお、はい、はい、ザ・セカンドでちょっと行かせていただこうということでございます。前会場、前売り3000円でございますので、よろしくお願いします。もしかしたらマシンガンズネタがないかもしれないんで。いや、これさすがにあれでゼロになった。あれでゼロやからしょうがないな。ほんまにあるかもしれない、ゼロ中やで今。まだまだ、まだネタないなって言わはるかもしれない。でっけえなって言ってるだけ。NGK してでかいなおい。場所のあとですね、キリンが6年ぶりにコンビでトークライブをやります。すごい、感動したこれ。二人きりんという、はい、日時9月30日土曜日19時半でございます。会場はルミネ座吉本です。チケット前売り3000円、当日3500円。オンラインもございます。配信1500円です。見てねということで。いや、これはちょっと6年ぶり、6年ぶりですよ。熱なったな。なんか、いや、まあこれどうでもいいですよ。はい、どうでもいい。ということで、照れてるから。いやいやいや、二人きりんの主催は向井さん。なんでやねん。あざすするかい。もうキリンさんトークライブやった方がいいよ。俺が主催するね。そんな怖いやん。いるか。助かってます。助かるんじゃないの。僕に一回向井の画像が流れます。いや、気持ち悪い。サブリミナルが気持ち悪い。いやいや、もう主催者としてはそれはもう一瞬一瞬ファッと出るんでしょ。なんか、でも皆さんは気づかないスピードで帰り道になんか向井が食べたくなってる。食べない。あれポップコーンだからよかったの。もう食べちゃなってさ。サブリミナルや。いやー、ギャロップでね、ゆったりおしゃべりできて、いや、嬉しかったです。むちゃくちゃ楽しかったです。これたまらんな、なんか。またぜひ近々遊びに来てください。はい、お願いします。来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手は、キリンの川島明と、天使向井と、ギャロップ森と、林でした。See you next シャンプー。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で